はい、こんにちは、ゆうすけです。今回はこちらバレトン GP200LT をレビューしていきたいと思います。今回このエフェクター僕まだ触ってないです。説明書だけ読んで初見でちょっと触っていきたいなと思います。ラインの音と JC120 のリターンに挿した音、それぞれ聞き比べながらですねレビューしていきたいなと思います。まずこの側なんですけど、この側はしっかり金属製の鉄の部品で囲われていて、でノブなんか僕これプラスチックかと思ってたんですけど、これはアルミの削り出しのようなしっかりとしたノブがついてますね。ここのボタンはプラスチックの素材でできていて、ここはエフェクターの個別のオンオフですね、ゴムでできているようです。カラーディスプレイがあって、これは最初タッチパネルかなと思ったんですけど、これはタッチパネルじゃないですね。あとこれよく見るとちょっと伝えづらいんですけど、このカラーの液晶となんていうんですか、この表面のプラスチックのカバーに隙間が結構あって、この正面からの衝撃に対して液晶がこう割れないような、それぐらいの隙間があるんで、割とその辺もすごくちゃんと故障に対してのこうケアがしてるのかなっていう印象があります。このフットスイッチのこの表記を見た時に、分かる人は分かると思うんですけど、ライブとかスタジオでこれ絶対使いにくいなって思ったんです。なんでかっていうと、例えばマイナスプラスってプリセットを送ったりできると思うんですけど、この場合だと例えば1番2番3番3番2番1番っていう風にしかプリセットが送れないんですね。でそうなってくると、クリーンからバッキング行って、まあ、リードでリード行った時から急に落ちサビなんかでクリーンにしたい時に、ボタンを2回3回という風にこう順番に押しに行ってあげなくちゃいけなくなっちゃうんです。そうするとなかなかライブでとかステージ上でかなりストレスだったり演奏に支障をきたしてしまうんですよね。ただ説明書を見ていて、どうやらこのフットスイッチ一つ一つに対してマニュアルでアサインができるようなので、表記はここにもうマイナスプラスコントロールタップっていう風にもうまるでこう決め打ちされてしまってるかのような感じなんですが、設定でどうやらちゃんとマニュアルで個別にアサインができるようなので、そちらもちょっとやってみたいなと思います。フットスイッチはきっとこのグローバルという設定の中に ありますね。これはボリュームなので、このパラってやつですかね、これで回して押せたり、あこれですね、はい、フットスイッチ1、2、3、4にそれぞれ押した時と長押しした時、同時押しした時の設定が割り振られるようにできてますね。例えばそうですね、ここを1、2、3、4っていう風にしたいので、あ選択できますね、タップ、ホールドっていう風になってるんで、ここをじゃあ ABCD っていう表記なので、例えばじゃあ A ですね、 A にして、ここはじゃあ B に、ここは C ですね。で最後ここで、はい。こういう歪んだ音から、で例えば今ファズがあったんで、こっちかファズでクリーン行って、そしてソロ、こういう表情の全く違う音色を足元でちゃんと切り替えれるように設定ができました。こう押すとリセットの中に入れますね。でキャビを押すことによってオンオフができますね。でこう回すことによって配置しているエフェクターへのこうアクセスと押し込むことによって、あモデルが選べるようになってますね。ディーゼル、メサブギー、多分マーシャル系、フリードマン、ソルダーノっぽい名前が入ってますね。説明書には順番が変えられるみたいな表記があったんですけど、ライン6とちょっと似てるんですけど、こう押しながら回してあげるとムーブイットってこう表記が出てきたので、これで選択して場所を変えられますね。はいはいはい、一番前持ってったり後ろ持ってったり、アンプですけど、アンプのいじれるパラメータはすごくこうシンプルですね。
バレトンのこういうエフェクターのいいところは分かりやすいところしか逆に触れないので、音作りとかはシンプルにできそうですね。もともと入ってるプリセットを回しながらですね、ラインの音と JC120 の音の外音 iPhone のマイクで撮るので比べていきたいと思います。はい、デジタルマルチエフェクターのすごくいいところって、小さい音量で気軽にステレオのこの迫力ある音を楽しめるっていうのがやっぱり一番魅力的ですね。今度はジャズコの方で音を聞いてみたいと思います。マーシャルって感じですね。もうみんなが知ってるような音色っていう印象だと思います。今度はじゃあ JC120 で、めっちゃ歯切れいいですね。フルレンジで鳴ってしまうこのモニターとギターアンプで鳴らす感じの雰囲気、これはまたどちらもいい意味で違った雰囲気がすごく楽しめますね。クリーンファズということで、ちょっと気になったので今ボリュームの操作をしてみたんですけど、ちゃんと
クリームでしっかり落ちてくれますね。今度は JC120 で。ギターアンプで鳴らすからなのか、ボリュームのこの操作の感じっていうのはこうギターアンプから出した方がすごくついてきてくれる感じはありますね。はい、いかがでしたでしょうか。ブランドによってはプリセットが使いづらい音色があったりするんですけど、バリトンのこの GP200 は使いやすい音色に全部仕上がってるなっていう印象があります。音作りで迷っちゃうなっていう方も、こうくるくるくるっとこう適当に入ってるプリセットを回してあげるだけで、なんとなくいいものがすぐに見つかるんじゃないかなと思いました。最後はですね、 LINE で再生した時とJC120 で再生した時のその音の馴染み方っていうのをですね、ちょっと試してみたいなと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。今回ですね、このバレトンの GP200LT をご紹介させていただきました。筐体もすごく小さくて、ハード面だったり操作へのこのアクセスのシンプルな仕様だったり、フットスイッチのアサインの自由度も高いので、卓録だったりライブとかスタジオでもすごく使いやすいんじゃないかなと思いました。この動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは。